いやー、久保さん。久保さんとのシンクロ率やばいっすね。僕ね、さっきレター書き終えてたんですよ。レター書いて終わったんですよ。で、終わって、えー、まあちょっと動画のね、昨日収録した音声対談のし編集して、で、出力終わって、で、久保さんの動画チェックしたらね、びっくりしましたね、シンクロ率。<laughs> 僕、レターで書いてたことを久保さんが今回の動画で言ってたんで、びっくりしましたね。 何なんですかねこれね。<laughs> ま、今回のテーマは、レターにも書いたんですけど、あなたの人生を生きているのは、この世にあなたしかいない。あなたの人生を生きているのは、この世にあなたしかいない。はい。まあ、あと、レターでね、こんなことも書きました。あの、なんだ、レターで。あなたを最終的に守ってくれるのは、あなたしかいない。あなたを最終的に守ってくれるのは、あなたしかいない。と。 いやーね、ちょっと、ちょっとびっくりしましたね、リンクして。見透かされてますね、ほんとに。これ監視カメラあんのかな監視カメラ。<laughs> いやあ、ほんとね、あのー、まあ、僕が行き着いた答え、まあ、この答えがね、変わることはないと思います。だって事実なんて、<laughs> うーん、誰かが助けてくれるとか、もう、あるかもしれないけれども、助けてくれたとしても、歩くのは自分なんですよ。うーん。 まあ、レターにも書いたんですけど、僕はその相談をね、受けることはたくさんあるんだけど、僕が相談する相手いないわけですよ。で、僕が結局出したのは、あのー、僕が相談できる人は、まあ、誰一人この世にいないと。で、仮に相談できる人ができても、仮にね、相談でき、僕がね、相談できる人ができたとしても、相談後、その問題を解決していくために実行していくのは自分であると。ですから、 結局のところ、自分自身の悩みを解決できる人は自分しかいないので、自分のスキルを上げて自分の価値を上げるしかないという答えに行き着いていますと。これ、レターに書いたんですけど。<laughs> そう。まあ、これがもう全てだと思うんですよね。うん。僕はね。うん。<laughs> そう。誰かに頼ってるとか、他者に依存するとか、あのー、 別に悪いことではないんですけど、最終的には自分はどうしたいのかっていう。僕が言ってるのは、別にそのアドバイスをもらったりとかね、あの、何かを勉強するとか、本を買って勉強するとか、全然問題ないと思います。ただし、最終的にそれをどう使うのか、手持ちのカードをどう使うのか、それは自分自身ってことです。手持ちのカードを最終的に自分が出す、それは自分なんですよ。 これが答えじゃないですか。<laughs> もし相手がね、おい、ちょっとそのカードこっち出せよって言って、なんかゲームに出てきてね、これ出してたら、自分ゲームしてないじゃないですか、もはや <laughs>、ね。自分の人生ゲームっていうのは自分で楽しまないといけないわけですから、<laughs> それをやっちゃうと、他人の人生ですよね。他人の、他人がなんか、うん、なんか自分の陣地入ってきて勝手にやってるみたいなね。<laughs> それは面白いですかみたいな <laughs>、ね。うん。まあ、そんなことですね。 いってらっしゃい。